リニア新幹線の工事をめぐり、国の有識者会議は環境保全について報告書がまとまったことを受け、今日国土交通大臣と JR 東海の社長が面会し対策を求めました。外堀が埋められつつある川勝知事の次の動きは。どうぞよろしくお願いいたします。今日斉藤鉄夫国土交通大臣のもとを訪れたのは JR 東海の丹羽俊介社長です。対策を取っていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。お願いいたします。リニア新幹線の工事をめぐり、国の有識者会議で生態系などの環境保全の報告書がまとまったことを踏まえ、斉藤国土交通大臣が丹羽社長に報告書に基づく対策を要請しました。南アルプスの自然環境の持続可能な利活用につきまして、引き続き積極的に取り組んでまいります。はい、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。リニア新幹線の工事をめぐっては、県は大井川の水や南アルプスの生態系への影響を懸念して着工を認めていません。そんな中、環境保全については国の有識者会議が報告書をまとめ、昨日国土交通大臣に提出していました。中身を読みましたけれども、非常にレベルの高い検討がされているので、自然環境の問題についてはですね、かなりのことが分かったなと思っております。リニア工事が行われる静岡市の難波市長は今日、国の報告書に一定の評価はしつつも不十分な点があるとも指摘。今後 JR 東海とは環境保全の議論を続けていく方針を示しました。一方、川勝知事は、記者の質問に無言を貫きましたが、報告書がまとめられたのは極めて遺憾であるという認識を示しています。川勝知事は今月5日、環境省を電撃訪問。リニア問題をめぐる次の一手として環境大臣に働きかけました。環境省をもっとしっかりしてくださいと、日本の環境行政の使命って言ったでしょと、その言葉に偽りがあってはいけないと思いますね。しかし環境大臣は今日の会見で、論点が整理され、科学的客観的な視点から丁寧に議論された結果と認識しています。環境保全について国交省の方針に同調する姿勢です。リニア工事をめぐり、国は一定の結論を出した形ですが、県と静岡市は全面的に同調したわけではなく、着地点はまだ見えていません。